い、皆さんこんにちは。今日は特注トミカの発売情報をお伝えします。で、特注トミカはこの日産オンラインのショップのページを見てください。するとここに出てくるね、フェアリー DZ ニスモと日産 GTR ニスモ、この2車種が発売になります。で、この部分に出てるね、日産限定トミカって出てるね。で、これをタップするとページが変わるね。で、下の方を見ていくと車種の詳しい内容が書いてあるね。フェアリー DZ ニスモブリリアントホワイトパールだね。いつもは GTR がメインだけど、今回はフェアリー DZ なんだね。で、もう少し下を見ていくとここに出てくるね。で、箱はこんな感じだね。ニスモのいつものかっこいいパッケージになってます。で、販売価格は税込み800円だね。で、もう少し下を見ていくとこれだね、日産 GTR ニスモバイブラントレッドだね。すごいなんか眩しいレッドだね。で、これも下の方を見ていくとパッケージと価格が出てくるね。こちらも税込み800円になってます。で、いつから発売開始かっていうと、もうすぐになります。第1回目の発売が2018年の10月24日の19時からだね。で、第2回目が同じ日の8時からになります。で、注意書き書いてあるね。日産ブティックでは今回は販売はしませんになってるね。だからオンラインショップ限定になります。で、こうやって2回に販売を分けてくれてるのはありがたいね。意外とネットってつながりにくかったりするからね。で、前回このクラフトスポーツ GTR が発売になった時もこんな感じの発売の仕方だね。即完売はしなかったけど、やっぱり結局は完売したよね。で、若干ネットはつながりにくかったぐらいで、意外とすんなり買えたね。まあ、お一人様1台だったから買えたのかな。で、今回の限定トミカはお一人様につき2台までの注文ってなってるね。ここに書いてあるのはフェアレディ Z ニスモブリリアントホワイトパールが2台と GTR の2台、同時に購入は可能ってなってるね。で、これにプラス送料がかかってくるよね。1台買って送料っていうと結構高いトミカになるかな。で、フェアレディ Z の車体の方を見てみると、ホワイトパールだからすごい綺麗な塗装になってるのかな。で、こういうリップスポイラーの部分もレッドの塗装がされててかっこいいね。で、GTR の方はこれだね。こうやって見てみるとすごくツヤがあって輝いてるレッドに見えるね。で、ちなみにこのバイブラントレッドっていうのは、バイブラントっていうのは活気あるって意味らしいね。一応調べてみました。はい、今日は日産限定の特注トミカの情報をお伝えしました。フェアレディ Z とニスモ GTR だね。これ両方とも手に入れたいね。で、今回お伝えした情報はこれ発売前の情報だから、なんとか皆さんも定価で手に入れてもらいたいと思います。多分今回逃すとオークションとかの相場になってくると結構高値になってくるからね、要注意です。で、また皆さんの周りで限定トミカの発売情報あったら、ぜひコメント欄でコメントで教えてください。お願いします。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。